カネシさん、こんにちは。カネシオで、皆さん、このグランドマスターズ見ましたでしょうか？これはですね、めちゃくちゃ強い人たち同士の試合となっているんですけど、まあ、今回はこの左下の方が優勝しました。おめでとうございます。というわけで、この方の試合ね、まず決勝から見たいなと思うんですけど、まあ、グラスコートとクレーコートがあるので、まあ、グラスから見ていこうかな。だから今、編成一緒やったね。お互いエレノア、イオリ、アイシャっていう編成なので、もうこれは完全な PSA になるのかな。ただ、ギアが一つだけ違うね。アイシャが、まあ、SS 封印ラケット。これは相手側が持ってる感じなのかな。ただまあアイシャってフラットサーブ打つことができるから、まあそっから SS 封印して、で特殊状態になったらね、 SS ゲージダメージを与える、まあギミック出すことができますんで、まあそれで相手に SS 打たせないっていう作戦もねあったりしますんで、まあこれ別にラケット的に劣ってるとかではないんかなと思います。なのでまあいかにまあそのキャラクターをねうまく使えているか勝負になってくるんかな。でまあ初手に関してはお互いエレノアを出していますと、でまあ交互にねこうやって銃打球打つと、まあでっかい入れ歯ギミック置くことができる、プラスまあ特殊状態解除されないっていう状況になるので、もうこれは絶対にね交互に打っていきたいですよね。で相手に関しては瞬間移動ラケット打ったんやけど、こっち側の方は打たずに普通に銃打球完成していると。でもまあ別に言うてね、このラケット打ってもその1打球で換算されたはずやから、まあ打ってもいいとは思うんやけど、この方は使わなかったと。でまあ今お互いもう SS 打ったよね。まあ SS 打ったら入れ板ギミック向こうがつくからさ、まあ、正直この入れ板とかそんなに関係なくなってくるんよね。ただ初め銃打球失敗してたら、あの特殊状態解除あるじゃないですか、いるのは今これ解除されたんやけど、まあ、その銃打球してなかったら特殊状態解除効いてしまうから、まあ、一方的に入れ板して死んじゃうっていうことになっちゃうんで、マジで銃打球するのは大事かな。あ、失敗した。まあ、これは、しょうがないよね。まあ、相手が SS 飛んでくるタイミングにずっとロブレンしていて、一発目のね、まあ、飛燕 SS 届かなかったからエアモードで取りましたと。なので、まあ、二発目に関して相手うまいこと打ってきたっていう感じですね。で、まあ、ここから、はい、打っていって、エアモード失敗。まあ、エアモードって銃打球に一回打つことができるから、銃打球そんな多くない。ごめん、10秒に一回打つことができるから、まあ、結構積極的に使っていってもいいかなと思うけど、まあ、SS 飛んでくるタイミングとか、あとま、速い球、これ銃打球に一回ぐらい飛んでくると思うんやけど、そのタイミングの時は残しとくべきだと思うけど、それ以外の時は使っていいと思うから、まあそれで積極的に使っていってっていう感じかな。今みたいに使ってね、相手のあの交互に打つ連鎖を崩すっていうのも可能だったりはすると思うんやけど、その後ね、まあエアモード使えないから、まあそれで、ね、失点してしまうっていうパターンもあったりするから、そこがちょっとむずいところやんね。はい。で、これで今 4-2 で、どんな感じで勝ったかどうかは忘れたけど、何対何で勝ったかどうか忘れたけど、エアモードで SS を打っていって、結構ノクバ強いよな、エレノアってな。これマジで俺いつも死ぬ。てか俺エレノアミラー結構苦手やからさ、ちょっとあんまりね、いつも俺は避けてるんやけど、これはやらないといけないですね。これで見たから。まあ、とりあえず銃打球するんが一番大事な気がするよね。俺たまにミスっちゃうよね。だからま、そのために瞬間移動ラケットはちょっと、まあ、追い目に打ってもいいかもしれないですね。はい、これで打って、相手は、お、強い。普通に、ま、相手が硬直してる間に、結構ほんまにこれ硬直強いから、その間に、ま、相手は飛燕 SS で決めていったみたいな感じで。お、瞬間移動ラケット今使った。なるほどね。で、もうこういう攻め時ですよね。もうこれ絶対勝ちたいっていう時に、まあ、これで多分あれやんね。エアモード SS とか打って、そっからの、まあ、瞬間移動で、まあ、失点しないようにするみたいな、そういう作戦になるんかなと思う。てか相手多分ね、これ GS 打ったじゃないですか。なのでこっち側の人は SS 打たずに、相手の瞬間移動が切れた時に、こうやって瞬間移動ラケットを打って、あ、打たへんな。まあ、まあ、まあ、相手の瞬間移動が切れるのを待ってたのは間違いないかなと思います。あ、GS は打たへんねんや。お、いいね。エアモード打って、スマッシュして、あ、わかった。もうちょい溜まってからかな。これ、交互のやつ溜まってから、何、瞬間移動できるようにして攻めようみたいな作戦になっているのかな。ちょっと、わからへんけど。この人じゃないからわからへんけど。そんな気がする、俺は。あ、これ、あ、打ち上げたからノーカウントですね。よいしょ。これで打っていって、はい、交互に打っていって、ここで冷えエッセンスちゃう、これ。はい、これ強い。スマッシュとで冷えの二択マジで強いから、まあ、これで決めていきましたと。素晴らしい。はい、というわけで2戦目はですね、クレーコート見ていきたいなと思います。編成全然違うな、今回。まあ、優勝した方は人だけ日本と正月ラケット。で、まあ、レフコスと、まあ、瞬間移動ラケットが相手って感じになってるんやけど、オスクロに関してはあれですね、イベントでなんか上位の方に入ったらもらえるルーンで交換できる、あの靴使ってますね。SS 増加量が上がるっていう、まあ、珍しい靴ですね。ただ、まあ、今、全然そのルーンを持ってない人は交換できるようになるまで多分ね 1,2 年余裕でかかると思うんです。最近イベントとか全然ないので、なので結構真似するのは難しいかもやけど、もしまあ持ってるんであれば、まあぜひねこの靴履かしていただけるといいんかなと思います。
で、まあ、初手に関しては、エレノア VS、まあ、オスクロールということで、もう、このラケット強いよね、ほんまに。まあ、エレノアって SS をさ、タップのモードで打てば、まあ、GS が回復するんで、それで、まあ、このラケット何回も打っていこうっていう、まあ、作戦になっております。いや、ほんまにエレノア持ってる人はですね、まあ、このラケットね、絶対持たした方がいいですよね。今のクレイコード結構エレノア強いんでね。もし持ってるんであれば、これ、持ってなかったら何になるのかな、今って。SS 自動蓄積なのか、まあ、別にあの、4発撃つあのラケットも悪くはないと思うんやけど、ただまあ、GS が2しか回復せえへんようにはなったからさ、まあ、ちょっと使い勝手は前と比べると、まあ、変わってくるかなって感じはするけど、むずいな。あとなんか確か GS の速度もちょっと落ちたよね。だからこそ、あの、まっすぐの GS に変えるんじゃなくて、まあ、本来のね、この GS で、まあ、打っていくっていうのは結構いいかなと思います。なので、まあ、GS 打つときはタップのモードじゃなくて、上フリックか下フリックで戦うって感じやね。で、まあ、マール対オスクロール。俺この対面知らへんねんけど。てか俺、オスクロール、あんまり相手にこうへんからさ、あんま分かってないんやけど、アウトか、これ。あの、皆さん的にどうですか？なんかコメント欄とか見てる感じでは、なんかあんまりオスクロール強くなくねみたいなコメントを見るんやけど、俺がオスクロールと当たったら結構その体力枯らされて、まああの、オスクロールそんな得点力ないじゃないですか。なので、めちゃくちゃ長い間ラリーすることになるんですよ。そしたら仲間の体力がゼロになってて、もうこの今出してたキャラクターしか出せないやんみたいな。しかもまあ SS とか打たれたら体力さ、まあ減らされるし、まあ最大限、まで回復したとしても 70% しかないみたいなことになるからさ、普通に俺はこの子やばいんちゃうかなと思ってるんやけど、まあ、そんなにね、勝率勝率レポートでも高いわけじゃなかったから、だからこのラケット強っ。このラケットだけでもう3点取ってますね。あとアウトやろ。ラケット、ラケット、ラケットの、ほんで、アウトで点取ってるから、マジで。このラケットはマジ取っといたらよかったなーって、今になって思うけど、もう遅いよね。まあ、ゲットできるとしたら、また、まあ、半年後ぐらいかな、お正月。いや、もっとやね。ま、1年とまでは言えへんけど、結構後になっちゃうけど、強いっすね。で、まあ、決勝でね、ハードコートやってないからさ、ちょっと戻って見てみようかなと思ってんけどさ、どの試合もこの人ハードコートしてないんやけど、ずっとグラスとクレイのこの2戦だけで優勝してるからさ、マジで勝率いいですね。え、じゃあ、誰の見ます？どの人が強いとか俺全然分かれへんねんけど、ちょっとハードコートも見たいんよね。4対6でめっちゃ競ってるから、これ見ましょうか。というわけで、まあ、春真冬エクセリア対、まあ、ガルガ緑エクセリアということで、まあ、エクセリアの種類が違うからあれやけど、まあ、どうなんかな。お、なんかラケット落としのラケット使ってるやん。なんか珍しないっていうか、お互い俺そんなタワーで見えへんけどな。このなんか GS が回復する子とかやったら持ってること結構多いイメージがあるけどさ。あれ、これ何？ラケット落とし向こうをつけてんのかな、この真冬。打球効果向こうと初めからは多分ついてないよな。ちょっと分かれへんけど。これで SS は打っていくのね。OK、で返されるから、まあそれはカバーしていって、これは相手スルーしたっぽいね、多分やけど、こっからガルガで来ると、まあ、ガルガ対真冬に関してはね、まあ、割と互角みたいなところがあって、真冬マジエリア広いからさ、まあ、結構取れるんですよね、このガルガの弾とか。で、マカモードとかやったら、まあ、自分の体力を消費して、まあ、あの、走り速くしたりだとか、あとま、チャージの速度を速くするっていうのがあったりするんやけど、まあ、その時間さえ耐えてしまえば相手の体力ね、もうほんまにゼロに近い感じになるので、その間に、ま、この追い風であったりだとか、まあ、こういうね、速い球とかで決めていくっていうことをすることができるのはこの真冬なんで、まあ、ガルガで困ってる方はですね、この真冬とか、あとま、スンギリア広いピークとか、まあ、あの、今で言うともうカレンとかもね、余裕で、このガルガ対策なんで、まあ、その子使ってもいいんかなって感じはするのと、あとま、この春とかも結構耐えてくるんよね。なんか別にそんなめちゃくちゃエリア広い感はないけど、もうほんまに、ひたすら耐えとけばガルガいつか体力枯れるからさ、まあ、そこまで待つみたいな。まあ、途中で青モードに変えてくる人とかもおったりするけど、まあまあそれはそれでね、まあ、走りが遅くなったりするんで、その間に、ま、得点決めるみたいな感じになるのかな。あと、ま、ガルガ、あの、着弾点見えないんやけど、相手が持ってるラケット、MVP ラケットやから、ま、着弾点相手は見えている状態で戦っていると。やっぱり、ま、MVP ラケも強いよね。確かこれも課金ラケットやったやんな。何これ何この課金ラケットだけの環境。マジでさ、まあ、ヘリオブライトとかも、まあ、ある程度まだ需要はあるかなと思うけど、課金ラケ持ってたらもう全部課金ラケになる勢いやもんな。いや、マジでソロ墓地なんかも GS 封印のキャラクターとか深海を転生で来てもおかしくないレベルではびこってる気がするんやけど。ほんま、困りましたね。ただなんかこっち側の人はあれやね。なんかシーズンラケットとか、あとま、交換所でゲットできるものだけでやりくりしてるから結構すごいっすね。ほんで春にこのスカルマグロ持たしてるけど、これはなんでなんやろか。
なんかこれって、まあ、相手が状態以上にかかっていたらやったっけ、あのダメージプラス 60% とかで体力枯らすことができるっていうのと、あとまあ与えたダメージの 20% の体力を回復することができるっていうものとかもあったりはするんで、まあ、それも結構狙ってんのかなって感じかな。ほんでこれうまラケット落としの弾って遅いからさ、相手チャージしてくるんやけど、その弾を高いとこスマッシュで、まあ、決めていったみたいな感じですね。これでドゥイン、いやマジこの真冬じゃなくて春の頃ようわからん弾マジ取られへんからやめてほしいよな。着弾点見えへんかったりとか、見えてたとしてもね、このこたつの中に着弾点あったりしたらね、見えへんのよ、あれどこ行ったみたいななる時があるから、俺あれが一番苦手。まあそら、あの見えへんくなったらこたつの中って頭の中で分かってはいるんやけどさ、あのわからんくなる、あの試合中やったら結構テンパってね、あのごちゃごちゃなっちゃうから、俺は春と戦うのはあんまり好きではない。ほらもう全然耐えてるやん。ああ言うた瞬間に失点しちゃったけど、まああの結構春でねガルが対策してる人とかもおったりするんで、最近なんかガルがそんな見ないですよね。まあ彼に対策されたっていうのが結構大きいんかなって感じはするけど、からのこれ何やったっけ、結構いい勝負してのって感じやったから、もしかしたらもうこのままガル側が得点をするみたいな感じになるのかな。ただガルが SS これ遅くされてるもんな。あめっちゃいい試合してるやんはい、このままデュースになりまして、さあどっちが勝つのか、俺どっちが勝つかちょっと見てないからね。まあ SS で決められた。まあヘリオじゃないからそんなバカみたいに速くはないけど、まあ赤モードやからもうチャージほとんどせずにこの大きいイレバンギミックを置くことができましたと。あ決まった。やっぱガルガン多分早いっちゃ早いな。